今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。徳ちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには日本中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さて今日は仁淀町のフライパンにやってきました。ここでランチです。仁淀の商店街もまだ雪が残ってますね。やってない。え、やってない。あらら、年内の営業は終了しました。残念でした。黒板カフェ行きましょうか、久々に。ということで黒板カフェにやってきましたが、やってない。やってない。ここも、ああ本日予約の方のみだそうです。残念でした。車で33号線沿いのアンドペイにやってきました。はい、営業中です。上がりましょう。はい、私はこの豚の生姜焼きを頼みました。で、おばあは、スタミナ弁当ですか、ホットコーヒー付きのを頼みました。で、レギュラーメニューはこんな感じです。定食セット。あ、そう、ウラジオが良かったんだよな、忘れてた。ロバーのスタミナ弁当でした。なかなか美味しそうですね。はい、私は豚の生姜焼きです。箸置きが大黒様ですね。ここは生姜がものすごくたくさん入ってます。あ、そうなんですか。生姜の佃煮だそうです。生姜街道ですからね。甘めですかね。はい、おばあのコーヒー来ました。おやつ付きです。ちょっと嬉しい。大豊インターチェンジまでやってきました。全く勇気ありません。降った形跡もないですね。ここ末広大豊店ですが、まるで普段通りの雪のない430